怖いものなくす。あれがデストロイガンダム？それにそれ付きも。戦いってのは頭を使わなきゃね。こっちはいつでもいいぜ、よろしくな。敵を確認した。これより攻勢を開始する。リリー少尉、こちらロンドベル隊、敵は市街地へ進んでいます。ああ、分かってる。初めての共同作戦だ。うまくやって後で祝杯と行こうぜ。未成年なんでお酒飲めませんけど。了解です。行くぞ。この好青年が、まあ、袖付きが来るよ。リリー少尉さん、カバーをお願い。俺にやらせてくれ。みんなは援護を頼む。崖の上にロングライフル装備の柵、狙撃に気をつけてください。トリントン基地にいるはずのザクスナイパーにリリー少尉さんのレゼルか。コズミックイラの時代に宇宙世紀がブレイクインしてるのね。でもデストロイガンダムも確かに存在してる。どうあれ目指すならベルリンの街だよ。迂回して正面から懐に突っ込む。一点突破だ。テリア、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 テリア。すごいすごい。あ、それ付きのギラズール、また出てきやがった。調べたんだけど、やっぱりこの歴史にキラ君やシン君たちは存在してない。シン君って？この時代のザフト軍、運命のスーパーエース、かつての英雄キラ・ヤマト君と戦うザクス。しまった、水場にズゴックが。これは96年仕様？ああ、古い温州は水に流せってか。水陸両用だけにね。うまいかは置いといて、15年以上もデザイン変わらないってすごくない？そりゃあシャア大佐の専用機があったくらいのメイクだしね。もしかして金色のもあった？クワトロ隊員専用ズゴックは聞いたことないな。ザッソー。ミッション内に変なデータ反応があるな。80年の初頭だから、ウノ姉さんたちの時代かな。この時代から10年以上前ってこと？多分キュージオンのモビルスーツだと思う。もし出てきたらブレイクアウトさせよう。任務もそうだが、自分の命も大切にしてくれよ。了解です。ありがとうございます、リリー少尉。直撃させる。かわせるか。ゲルググマリーネ、デラーズフリートのモビルスーツだ。ジオンの残党が、そんな旧式の機体で。デラーズ艦隊ってことは83年。さっき言ってた変なデータってこれ？間違いない。小隊長さん、少尉さん、撃破して。たまには頼られるってのも悪くないね。また出てきやがった。打ち返しちゃうんだからね。どうしてこんなに宇宙世紀のモビルスーツばっかり。ブレイク現象に偏りが生じているの？ままならないことってのはあるもんだ。でもどんな状況だろうと、目指せばデストロイガンダムだよ、小隊長さん。直撃させる。くらえ。街で暴れてるデストロイガンダムの通信を傍受。やめてくれ。あなたと争うつもりはない。誰と誰が話してるの？デストロイガンダムの近くにいるモビルスーツ。このデータ、 RX0、 ユニコーンガンダム、バナージリンクスなのか。じゃあここには
イッサケとマーゼナスケを継ぐ二人がいるってことになる。シン君やキラ君がいないことにも関係しているのかも。急いで、小隊長。罰かわせ、バッテリー。逃げてみろ。そこ、タッサー。俺たちであいつの動きを止めるぞ。街が巨大ガンダムに。そうだ、ユニコーンガンダムは。デストロイガンダムの足元、バナージ君。やめるんだ。こんなことを繰り返していたら心が壊れて人間ではなくなってしまう。来るな、来るな。バナージ、あいつまた。デストロイガンダムを町から遠ざけようとしているの。あのガンダムを倒すべきガンダムたちがこの歴史にいない以上ベストかもね。戦争な。ザクスナイパーカスタム、ブレイクインしたよ。正確にはザクワンスナイパータイプ。上か。状況をよく見て。ここで俺たちが戦う理由なんてないんだ。なんだ、お前は。お前が敵、私たちを殺す敵。このパイロットに何を言っても無駄だ。破壊するしかない。レディーショイ、やめてください。どうしようもないことが現実にはあるんだ、バナージ。怖いことだってわかるんだよ。シン、確かこの時代のザットのエース。この力、何、暖かいけど怖い。人はみんな分かり合えるんだ。デストロイが移動を始めた。何、リリーさん、俺の背中は任せました。好き勝手なことを。リリー少尉、小隊長さん、ちょっと待って、大きなブレイクインが来る。行け！待てる。当たれ！これはどうだ？かわせるか！いただきます！ぜい！大佐は私が命に変えてお守りする！この力、示させてもらう。袖付きの視界、フルフロンタル大佐、シャアの再来と言われた人。見せてもらおうか、その機体の性能とやら。この人、本当にご本人じゃないの？本人は否定してるよ。ミネバラオザビ様のね。狙えるな。大佐の前で、おのれ！帰っちまえ。アンジェロが落とされるとは、敵も随分とできるようだ。その程度なら肝心なトピーキャーマークへ。頼むぞ、腕を夢中にさせてもらう。これはどうだ。いい腕試しと思わせてもらう。今だ、使うぞ。くそ、マコで決める。これは箱を使い、スペースノイドのスペースノイドの自治独立を実現するために、我々はこの歪んだ世界を変えさせてもらう。テロリストどもが好き勝手なことを。袖付きの主張は一貫してる。でも箱に本当にそんな力が。それで地球とコロニーの関係が変わったとして、人類のためになるかというと。いい悪いの問題ではない。誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。やらせるか。リディ少尉が冷静さを欠いてる。小隊長、フォローして。マーセナスケに不要な恨みを買ったか。まあ仕方あるまい。お前らみたい、何もかもひっくり返すわけにはいかないんだよ。その熱さが若さというものか。これでどうか。やがっ、引き止め。そこだな。やるよ。
見事と言いたいところだが、まだ甘い。手加減してるっていうのか。おとなしくしていれば政治家としての道もあったはずだが、致し方あるまい。なめるな。リリー少尉、相手の挑発に乗らないで。そうか、これが精神引き金になり得るんだ。くそ、こんなことじゃあいつには。やるな、さすが。行け。やった。くらえ。甘い。力香る。覚悟、フルフロンタル。君自身が作り出した魔物が君を探している。みんなで俺を否定するのか。リリー少尉、どうしたんですか。ユニコーンは守れたのに。それにデストロイガンダムの攻撃もやめさせた。バナージ君の受け柄、どれだけ俺を惨めにさせたら気が済むんだ。少尉、やっぱり。もし次に会うことがあったら、彼はもう選ばれた後なのかもね。これがシャングリラ魂だ。くらえ、当たれ。